ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。聖蹟桜ヶ丘駅と中川原駅の間にある多摩川に来ています。奥から、京王線が来ました。トラスのない長い多摩川橋梁を渡ります。この多摩川橋梁は、昔、単線だったようです。聖蹟という字は、明治天皇の行幸に由来しています。ウサギ狩りや、アユ漁のため、たびたび連行実験を訪れたそうです。それにちなんで、旧多摩聖蹟記念館が、桜ヶ丘の山上に建ちました。キューピーマヨネーズの方が、中川原駅の方です。昔、多摩川がもっと北側を流れていたそうです。ここには浅川が流れていて、川の間なので、中川原という名前がついたそうです。中川原駅の先にある分倍河原駅には、新田義貞の像が立っています。新田義貞が、鎌倉幕府を倒した人で、この辺も、分倍河原の戦いの古戦場なんですかね。歴史好きには良い場所かもしれません。最近の話だと、聖蹟桜ヶ丘駅といえば、宮崎駿監督の耳を澄ませばの聖地です。駅メロディが、カントリーロードです。駅前から耳を澄ませばの作風の街へ散策もできます。カントリーロードを聞きながら、聖地巡礼したら最高ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。